こんにちは、白井ミュージックの白井俊光です。今回ご紹介するのはこちら、ジルジャン A カスタムの EFX10 インチのご紹介です。白井ミュージックではシンバルはどうしても一枚一枚ね、個体差があるために、今からこれ演奏します。でこの演奏して叩いたこのシンバルを送るということで、この辺かな、インフォメーションボタンですね、丸 I っていうやつ、もしあの iPhone とかの場合は一回画面触るとこの丸 I っていうのはこの辺に出るかと思うんですけれども、こちらからですねこの商品ページにリンクされてますので、このシンバルがいいなと思ったら、ぜひ、こちらからポチってください。でですね、いつも、思うのはですね、このインフォメーションの方から、行くじゃないですか。そうしたらそのシンバル動画っていうバナーがあるので、そうするとですねすごいおびただしい動画から、選ぶことができるので、それもねぜひぜひおすすめです。では、音の方聞いてみてください。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。A カスタムということでね、このキラキラのブリリアントなルックス、かっこいいですよね。この穴がいっぱい開いているというこのねルックスも最近ではもう見慣れてきましたけれども、ね、出始めの時はちょっとねびっくりする感じでしたけれども、丸く穴が開いていることでちょっとそこが音程が低くなる感じですね。綺麗なこうシンバルの鳴りからちょっとこう歪みが、ね、出てきて、音がこうグワシャーンとなるっていうのがこの穴開きの効果です。これ単体で使ってもいいです。で単体で使った場合はですね、エッジ側叩くと割とこう、意外とアタックが少ない、ね、感じも出せて、柔らかいスプラッシュにもなるし、ここちゃんとこう当てるとクシャーンとね、激しいスプラッシュにもなるしというですね、この1枚の中にちょっと2つの顔があるなという気がしました。そしてこれ、重ねるとですね、ゴシャ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 ってなります。あえて今回20インチに重ねました。大きなシンバルにもですね重ねても、いけることが多いようにですね、こちらのね棒が結構高くなっていて、ベル自体はこの11のスプラッシャーでこの大きさなんですけれども、しっかりとね、当たるっていう風に今回なりましたね。18インチとか16インチのシンバルだったらまた当たりやすいものが増えてくると思います。20インチみたいなねこういうシンバルでも当たるということで、そういう重ねに使いたいという方にもちょっとおすすめです。ということで今回ご紹介したのはジルジャン A カスタムの EFX10 インチのご紹介でした。白井ミュージックの白井俊光でした。